コーヒーゼリー美味しそうじゃないこれ好きやねマイクトラウトさんぎ二人とねハンジョさんみたいなツインテール可愛いやってなんという言葉ハンジョさんみたいなツインテール可愛いやってこけてなかった全然こけてないで超超順調に歩いて歩いてちゃうわ走って <laughs> もうあの鼻がさあの風でさ詰まってるからさ あの鼻で呼吸できひんししかもマスクでめっちゃペコペコするから <laughs> あのもう赤っぽと思ってあの口呼吸でやったらめっちゃしんどかった <laughs> おもろい天のじみませねえー、チンパンジーがだっちりしてたからそうなそうやね私がね助けてあげたんです道あっちだよって押し上げてあげたよしよしあ美味しそう美味しそう 本当はね食べるね配信はねしたくないんですけれども美味しそうなので食べますはいほいちょっとね昨日みたいにねあの劇場に行ってたんですけれども昨日みたいに劇場に行って配信しようと思ったんですけど村人 T さんギフトありがとうございます奈緒さんもひょんさんもギフトありがとうございます行こうと思ったんですけれどもりっちゃんさんギフトありがとうございますだったんですけどちょっとね あの先輩がいっぱいでちょっとあのビビって帰ってきましたスマトンさんギフトありがとうございますつみさんもギフトありがとうございますお右もんさんもギフトありがとうございます <laughs> ちょっとひよって帰ってきたわきさんギフトありがとうございます宝菜さんもギフトありがとうございますなる兄さんもギフトありがとうございますだてちゃんさんもギフトありがとうございます ジャックさんもギフトありがとうございます。あ、こう、アポガリプスさんもギフトありがとうございます。そう、え、今日さ、あの、走ってたらさ。市販、い、市販。なんかセタンってやってさ。市販の、なん、なんて書いてたっけ、市販の。なんたらみたいな。T シャツがあるんですけど。それ着てる人って。と思って。 ひろしたんさんギフトありがとうございます。いたるっちさんもギフトありがとうございます。タバスコさんもギフトありがとうございます。<laughs> あ、そう、シ師範は一緒に愛しますね。ワンタンメンさんもギフトありがとうございます。あれをね、見つけまして。あの人を、あの服を着た人を。普通に歩いてたから。 あそっか公園の前かなと思っておいしいヒメラギシュンさんギフトありがとうございますエイティさんもギフトありがとうございますおいしいですねぜひ買ってくださいなんていうたっぷりクリーミーソースコーヒーゼリーって書いてます北海道産生クリーム使用 めっちゃ美味しいマイク・トラウトさんギフトありがとうございます <laughs> 今日は学校に行ってきました今日はというかいつもやけどアこパキって言ったポンさんギフトありがとうございます上田和樹さんもギフトありがとうございます 今日はツインです。え体育大会髪型迷ってきたどうしようめっちゃハーフツインで決めたつもりやってんハーフツインでいいわと思ってんけどなんかツイン揺らいできたななんかツインはなあれやねん首の後ろが日焼けするからやめててんけどな ひろさんギフトありがとうございます。吉松さんもギフトありがとうございます。これどこのやつやろ？ようわからんけど、なんかこれです。めっちゃ美味しい。どこのコンビニかわからんけど、お母さんが買ってきてくれた本田さんギフトありがとうございます。高秀さんもギフトありがとうございます。<laughs> 後ろが焼けてほしくないねん。ピロピロヒロシタンさんにフ人ありがとうございます。まあ、それがいけたら、私はツインが良かったねん。去年やろうと思って、やれへんかって、ポニーにしたから。まあ、ポニーもいいねんけど。だから、ツインもちょっとしたいねんな。アールシーさんにフ人ありがとうございます。だから、どっちにしようか、めっちゃ迷ってる。どうしようかな。<laughs> その日の髪の毛の癖具合にもよるわ。 めっちゃ美味しいこれこのコーヒーゼリーめっちゃ好きやねヒロさんギフトありがとうございますなんか話したいから急いで食べてしまう <laughs> あの寝癖がねつくので いいーーーー牛乳入れたい半々 <laughs> とかやったら言える牛乳の方が少なくなってきたら対比がちょっとなって感じかもでも砂糖は入れへんねんな私牛乳入れたら飲める砂糖がそんなに好きじゃなく カフェオレ的な <laughs> アンジュさんみたいな髪型やってもう最高の褒め言葉ですねこの上いですもう黒島の褒め方100点やでそれ一番喜ぶから <laughs> アンジュさんみたいにガムシロップ5個入れるガムシロップ今度 入れてみようかな。ゆうきんさんギフトありがとうございます。砂糖は入れへんけど牛乳は入れる。てつみやさんギフトありがとうございます。<laughs> 間違えてアンジュさんの配信入ったかと思ったわ。やって最後のちっちゃいあーがなんか。若干の棒読み感。あっておもろいな。

ギ三色団子さんギフトありがとうございます結局会えました昨日アンジェさん公演前に <laughs> 高井でさんギフトありがとうございます可愛かったですあったっていうか私が見ただけないけど目撃って感じ 可愛か,かった。配信もすぐ見た。うわ、アンジュさんとワカナさんを出して、にで終わった感じの、ね、って最強やん。やば、可愛すぎるやろこの世界で一番可愛い,いと思う。黄昏さんギフトありがとうございます。バーギ、バーキューンさんもギフトありがとうございます。<laughs> めっちゃ可愛いやんえっそう基本私はもう通知と一緒に入るから男女最初は上がってねでもう100投げてから落ちていくっていう俺大津さんギフトありがとうございますしおりさんもギフトありがとうございます <laughs> 皆さん黒島を大立てるのが上手くなってきましたね。さすがっすえそうなんです。一回出遅れたんですよ。もう。もう。でもあれ。あれで。 ようつべで検索して北斗のけんしろさんギフトありがとうございますとてもおさまギフトありがとうございますあのようつべで検索して出てきて見たらアンジュさんちゃんと探してて可愛かったはぁ可愛いあいぎはるきさんギフトありがとうございます ガスさんもギフトありがとうございます。ロエジョエルさんもギフトありがとうございます。<laughs> アンジュさん、可愛いいかったね。私、アンジュさん、アンジュさんちゃでは、私、夜の方が起きてんねん。夜の方が起きてる率高い、昼の方が見てな、ね、い。つら可愛すぎて、さんギフトありがとうございます。え、そう、もう探してるのが可愛すぎて、今日もおるんかなって。 探しててもうかわいいと思ってやばくないですかもうかわいすぎるんやけどどうしようはあかわいい <laughs> いつも配信待ってるんじゃないんですけどなんかな大体いいな髪の毛乾かし終わってストレッチ始めた時かベッドかなんかやっと一段落したくらいの時間なんですよ。鎌倉さんギフトありがとうございます ー見えないね平安兄さんさんもギフヒトありがとうございますそうだからあれなんですよもう最初から見てますドラゴンさんギフヒトありがとうございますゴウくんさんもギフヒトありがとうございますそう夜遅めええ昨日の配信はもう全部見れました <laughs> 可愛かわいかったです相変わらずえなんかこうやったらサイドポニーみたい <laughs> なんかな若干左右位置違うねんなこれペローンどうしようツイント迷ってるあ <laughs> <laughs> 遅れました、ね、今笑ったほんまに普通やと思って遅れちゃった遅れましたって遅刻しましたって言って昨日のアンジュさんの配信は60ないです ないか覚えてないけど <laughs> 果実さんギフトありがとうございますそう昨日のは時間告知してくる人からわかりやすかったでももう通知取ってるから全然あのたまに聞こえへん時あんねんな違うとこに置いてるとかあんじゅさん笑ってたからえそんな変なこと言っちゃったと思って <laughs> ひなさんギフトありがとうございますえどうしようツインかめっちゃ迷うねんけど えやんな日差し強いから首の後ろ注意やんなですよねですよねそうですよねでもねツインの方が楽なんです <laughs> 楽なんですけどハーフツインでもいい気はするねんけどバイク大会っぽいのはツインやねで今の長さのツインめっちゃ好きやねんこれアンジュさんもなこの緩めでもうたりしてんけどあれがね可愛すぎまして。 もうかわいいあ六十八ですね <laughs> えアンジュさんが配信アンジュさんサクちゃんがアンジュさんの配信これなかった時アンジュさんも残念そうと思ってえー、かわいいやばいやんかわいいそうなんピロピロヒロシタウンさんギフトありがとうございますえかわいいやばー かわい,い定期的にちょっと来てないふりするのもありかもしれんなん <laughs> であの星投げんとわざと置いといてでランキング読み終わった後にバーっと星投げて「実はいました」なんて言ったらかわいいやろな <laughs> ああどうか打ち合おうやりアリス来てくださいドラゴンさんギフトありがとうございますつみさんもギフトありがとうございます <laughs> えかわいすぎやろ 面倒なお宅だ確かに <laughs> 確かに面倒なお宅や, <laughs> オタクや <laughs> おもろ確かにひでさんギフトありがとうございますあかわいいわーあかわいいわーあかわいいわかわいいよなほんまにかわいい佳さんギフトありがとうございますああ弘吉さんギフトありがとうございます だっかわいいもんかわいいもんあの反応かわいいもんあかわいいよねほんとにほんとにかわいいよねもうほんとにかわいいよねでさ今日聞いてほしいことがあったの何このポーズあああああああそっか日付が変わる時間が多いから後から投げるの難しい確かに そうやなあ,あもうアイジュさん <laughs> かわいいよな何であんなかわいいんやろ何食べたんやろ毒キノコでも食べた笑いたけくらい食べてそうフ <laughs> あーかわいいな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 ,いいなよしでさ聞いてほしいことがある今日なか学校行ってんよんであのギリギリあ,のあと授業が6時間目が。 あと5分で終わるかなくらいの時になんかねあのあれなんですよあのー5分で終わるかなくらいの時になんかめっちゃ見てきもないこの形プテラノドンみたいプテラノドンに失礼やなそんでさ あのペンギンギ <laughs> やってんあとあとあと5分みたいなとこでしかもその5分はもう授業の片付けみたいな時間やったからもうほんまに授業ないみたいな時間にちょっとねあの間に合わないんで劇場に行くのにで行ったんですよ早退でほんならあの預けてたものがあって担任の先生にでそれをもらって帰らないといけなかったんですけど職員室まで行く時間がなかったんで。 もう昼休みに渡してもらってたんですよでもなんかも自分でもト遠きたくなかったっていうか音楽室に行く移動教室の時やったから「もうペンギンに渡しとくわ」って言ってだからペンギンに渡してもらってで私は6弦ペンギンの授業やったから行ったんですよほんならもう6弦で何があったかというとあれなんですあのー、あてテラップやってなかったイベント 配信中えっとんでな6言はあの職業体験の話であのペンギンがねペンギンがねあの私のねところだったんですよところだったんですよであのお花屋さんなんやけど私の担当のところはで担当の先生がペンギンなんですよでペンギンがねいるんですずっと。んで でなそうだからな預けといてもらってで私が5分前とかにほんまはな6弦いかんつもりやったんなんかもう準備とかあるから5で帰ろうかと思って,てんけどなんかやっぱり決めたいと思ってなんか2人しかおらんくてお花屋さんがまあもともと全部同じようなもんなんけどだからその1人の子に任せんのもなんかなと思ったからでもっとおると思ってたんやけど2人しかおらんかったからさすがにやっぱり行こうと思って。 行ったんですよで5分前で帰ろうと思ったらペンギンがねそれ渡すときにな時間大丈夫って聞いてきたんですよいや高めのツインテールじゃないんやそうやねまだくくられへんねんその高さこれでちょうどいいくらいもうちょっと高くしたら落ちてくるかなって感じわくないひろさんに2人ありがとでございます超久しぶりにペンギン先生が喋ってくれましたよ もう何日ぶりですかな何ヶ月ぶりですか何ヶ月ぶりですか本当に何ヶ月ぶりですかもういつから喋ってないですか何ヶ月経ちましたもう半年は経ってますよなんでそんなに喋ってくれなかったあのペンギンの話です気遣いができるペンギンははははもうさ遅いなんで もう半年も待った半年以上待ちましたよ黒島は。もうどんだけ渡せるんだるよでなんかやっとな喋ってくれてな私がなそう,もう取りに行ったらなんかこれが持ち物やったとしてなこうシュッて出して渡すのよで「時間大丈夫?」って聞かれて「あやばいです」って言って「ありがとうございます」って言ってテストしてシュッて逃げていったの。もう <laughs> めっちゃ久しぶり半年やでだってさあでも授業で名前呼ぶとかはやっとやっともう数日前にあったくらいでんであとなるなやっと目が合ったのがもうそのちょっと前なんですよで,んで で私が友達通る時に何かクマさんのとこ行こうと思ったらあのペンギンがおったからペンギンのとこに寄り道した時に何かたまたま行ってでペンギンとさめちゃめちゃ絡んでたから最1の時で友達はそのままの感覚やと思ってるからさあのペンギンの方にねそこにんかちょっかいかけに行くんですよ黒島を使って。だかからなんかもう もうって言ってやったらそうなんか一言私に対してじゃないけど言うとかはあったんやけどやっとね私からじゃないね言葉が発されたんですしかも黒島に向けて黒島を見てやっとですよ半年も待たせましたよ半年以上も待たせましたよもうどんな意見渡せるんですか <laughs> ほんまに。 なんで逃げるの？もう時間がほんまにやばかった <laughs>。結構ギリまで攻めたねん。ほんまはその時間おらんくらいのあれだからさ、結構ギリまで攻めてんから、割とやばかったのとあと普通に恥ずかしかったから、そう逃げた。特別警戒中さんぎふたありがとうございます。どのぐらいまたするんよほんまに。まあ一か月一か月じゃあ半年もまた仕上がって。 半年以上もずっと待たせやがってよもう秋やでもう寒くなってきたで秋まで待たせたんやでもう季節いっぱいまたいだでやばいでも何個またいだよえもうえうん分からへんもう今朝できひんけどもうめっちゃ待ったんやけどどんだけ待たせるんよ包みさんギフトありがとうございますで嬉しがってるっていう話もう秋ですよ ななんか悲しくなりますねもう <laughs> なんか CM さあもうなんかさあれよもうクリスマスソングとかになってきてるからさ早すぎやろまだ10月やで月が綺麗ですねずっと前から月は綺麗ですよ気まずくなってたのなってないよ <laughs> なってないけど喋ってなかったね 乙女を待たせるなんて本当にカツンさんギフトありがとうございますもうひどいわあのペンギンアンジュさんかっこよかったですよねいや劇場行ったらシーズンゴン用の椅子が置いてたこの椅子アンジュさんが使うんやと思ってキモ <laughs> おもろいカツンさんギフトありがとうございますああおもろ もう、はあ。何ヶ月ぶりや。数えておきたかったわ、もう。いつから喋ってないか。はあ、座った、座ってないよ。<laughs> 座ってないよ、やばいやろ座ってたら、やばいやろえぐいで <laughs>。やば。もう、それ、やばいやん。ほんまにやばいやつやん。 だいぶやばいやつやで <laughs> 我慢強いね友達が待ち合わせに遅れてきても許さないとそうやなあんまり怒らんかも「どうしたん?」って聞く「勝ツーさんギフトありがとうございますか」もうなんか何も聞かんかもなんか遅れてきたら「おはよう」っていう <laughs> あほらえ全部一緒ちゃうん椅子 多分。一緒やと思うで。一緒に見えた。特に何も触れない。遅れてきたことに対しては触れない。けど。だいたい遅れてきて。なんかごめんよな、めっちゃまたやんなみたいな感じで言ってくれるから。全然やで、今来たとこやでって言って終わり。吉田来週さん、ギフトありがとうございます。<laughs> アンジュさん、可愛い,いですよね。<laughs> もうアンジュさんのツインが好きすぎる。 めっちゃ可愛くないですか <laughs> 可愛いですよね。花やにペンギンギえでもなペンギンなペンギンなあれやねなんかさ4組担当やねなんか先生らが少ないしもともとだからなんか1人4組くらいでめっちゃ会ってだからペンギンが常におるわけじゃないねんけど一瞬来てくれんのか後編のかくらい。 去なドラゴンさんギフトありがとうございます。朝霞さんもギフトありがとうございます。鍋ちゃんさんもギフトありがとうございます。私は遅れてきたことに対しては全く触れないですよ。これからどこに行くのかとかの方の話にしか頭が向いてないので、ともりんさんギフトありがとうございます。ていうか会ってしまったらもう何も言えなくないですか？なんか顔が見えてないからさめっちゃ言うけどさ。全然なんです。<laughs> <laughs> こんばんばは今恥ずかしいなですよね私も思いますあの「ごきげんよう」ってアンジュさんのやつ入れてんねんけどさ「えごきげんよう」で入ってきていいものか黒島はと思ってだからいつも「こんばんは」を選んでる <laughs> カッキーさんギフトありがとうございますめっちゃ悩んで「ごきげんよう」はやめてそう「<laughs> こんばんは」にしてるうんー お花屋さんって私たち世代の女子には人気あったそうなんやどの世代か分からんけどうんでもな人気はあってもな2人しか入られへんのよ多分上限がしげさんギフトありがとうございますシュがアンジュさんなのかペンギンなのかわからないおもろいどっちかやもんな基本ちかねくきたるさんギフトありがとうございます はあ、おもろいなもう最近なんかペンギンが急にななんか戻ってきたわ喋るようになってきたわ急に好感度狙ってんけ好感度狙ってんけご機嫌ようでええんじゃないえー、ええー、いいのかなじゃあ次の配信であれ言うわ <laughs> もう私はそうしますなんかクマさんが決めてくれてんけど大体なんかね <laughs> 一言だけ <laughs> 一言だけでもう <laughs> ご機嫌ようだけでめっちゃ迷ってるっていう <laughs>、うん、何の話だったっけ何の話しようと思ったっけペンギンペンギンのあそうさいん最近喋るようになってきたて話なんかそれじゃなかった気する何の話だったっけあれ何の話だったっけそう新人さんギフトありがとうございますマシカネクキタルさんもギフトありがとうございます ペンギンがなやっと喋るようになってきたのもう久しぶりですよレイ,レイビーさんに二人でございます <laughs> 超久しぶりやっとなんか急激にさ全く目も見ないし全く喋らないもう持ってんのほかって感じあ、以上見れたよかったもうねだいぶ前にね作ったんですけどコロナがかかった時に <laughs> なんですけど出しましたそれをあ <laughs> ごめん遊ばせんふも作ったし <laughs> おもろいペンギン先生ってパンダに似てるって本当パンダほど可愛くはないえっなく見えるえっやっぱりついにしようかな私幼なく見える方がいいねんな,なんかなあ,あんまりなああれなよな マイクトラウトさんフけふけ見えふけ見えより若見えみたいなあ,あペンギンペンギンの着ぐるみ着てたことに触れないのか見てないやろさすがにあ,あ楽しかったな何が <laughs> 年そうやったならよかったですもうなんか上にしか見られへんくてさ 喋らんかったらやと思うけどだからもうなんか若い方がいいもうキョロキョロってしててほしいからついにしようかなでも首めっちゃ焼けるもんなどうしようどうしようか天 <laughs> さんさんもギフトありがとうございます直てさんもギフトありがとうございますんでペンギンがななんかもうな一気に来たで。 もう急に目見るようになったし急に授業でまた名前呼び出すようになったし急にまた一言しゃべったしまあ今日のやつはもう防ぎようがなかったという感じだけど日焼け止めではな防ぎきらんえでも上着着てるからいいねんけど去年もな日々履いてたから結局出てへんねんけど黄昏さんギフトレれたでますなんかなあれなんよ あのーめっちゃもうやばかったで去年日々入ってたからなんかもう全部の種目出られへんくてで学年種目だけついていって向こうで見るみたいな見学みたいな感じやってんでなんかもう下長ズボン履いて上長袖着てで友達が「いらん熱い」って言って脱いだやつを上からかぶって首と顔防御してんでなんか前からも守れるように。 後ろにこうかけたのと前にこうかけたのでこう持って全部隠れるみたいな <laughs> でそれでも完全防備一切焼けなかったすごくないクロスゲームさんに2人でございますでその時お母さんは暑すぎるって言ってもう熱中症になるレベルやわって言って帰ってっただからほんまに暑かったのに全部1234枚くらい全部もうこうやって顔も隠れて。 あの若干目が見える幅だけ開いてるんだけどっていうくらいにしててそうないやばいですよねもうめちゃめちゃ暑かったんですけどフル装備でもやけたくなかったからもう全部隠してましたすごいでな今思ったらでもそれはさすがに今年は競技出るからできひんねんあそう日焼けの話今 <laughs> なべちゃんさんに2人ありがとうございました で上着は羽織るのはできるとして首元はこうやって隠すタオルは持っていけるんやったら持っていって大きいので顔周り隠せたらいいかなって思うのと足は長いズボン履きたいなあ,あもう黄昏さんに2人と出ます裸足で走るタイプえぐいそんなタイプあんの <laughs> おもろこんばんはあー面白い日焼け止め何使ってるええー なんか水色のやつななんなんやろな名前分かれへん調べるわ写真出すわなんていうやつやろな水色の水色のやつなんですよ日焼け止めなんか「アクア」みたいな生のやつってそう学校帰りスタイルです今日の考は。 <laughs> 競競技技の話体育祭体、うん、競技日焼けの話です <laughs> 話がコロコロ変わるのでなう私はもう頭の回転がも,うものすごく早いのでいろいろ話が変わっていくんですよだからちょっとねそうついていくのが難しい配信だなっております上田和樹さんギフトありがとうございます ょめちゃん走ったもう急いで帰るなと思って急いで走ってそっから何番も走りました <laughs> 間に合いました全部ぴったりえっと日焼け止め日焼け止めあどれやろうな出てくるかなあこれやけどミストじゃない うーんなにあーでもこれこれあこれ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 ビオレかビオレビオレですビオレの日焼け止めなんか1個の単体の写真が出てこいビオレのこれですこれこれちょっと待ってなこれ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 よいしょ 商品紹介みたいなちょっとウィングさんに2人でございますこれ使ってますけどこれのなんか蓋がちょっと黄色っぽくなってるやつとミストタイプも持ってるなんかいっぱいベッドベトになるまで塗ってるいやーけーやっちルでもなるん <laughs> おもろい日焼けでも高いんでしょうやって そんなことないんですよ、奥さん。それ使いやすくていいめっちゃみんな使ってる。ひろかずさん、ギフトありがとうございます。なんでそっちで飲んだのひろしさん。だ <laughs>、でらしねさんもギフトありがとうございます。ふふ。じさんセビュー使ってます。おお<ー>。よさそうだな。テレビーショッピング始まる。ペンギン先生は日焼け止め塗るるぬる系ペンギン 塗らない系ペンギンやと思う塗ってたらおもろないだって <laughs> 奥さんはたかひでさんにありがとうございます今それを頼むと今こちらの商品を頼むとですねと黒島の食べたコーヒーゼリーのカップが付いてきます先着一名様ですぜひお買い求めください <laughs> 最近はあ日傘だしもいいよなえ私はめっちゃ日焼け対策するタイプやからいいねでもペンギンはやってなさそう <laughs> やったーなんや <laughs> ただのゴみただのゴみ先生もマラソンくまさんなマラソンは好きじゃないんやってなんか得意じゃないって言ってた うーんってメルカリで高値で売れるやつやおもろい女子中学生食べ終わったコーヒーカップコーヒーカップちゃうコーヒーゼリーのカップおもろい売れんのかなこれ500円くれと売れるかな500円割りとか10円 <laughs> 急に安なった ペンギンペンギンギも塗らんと思うねんなペンギンなーあーもう面白かったですねコーヒー味好きうんめっちゃ好き美味しい <laughs> コーヒーの豆植えよもうおもろいいやん引くとこからもうすごいっすね加工から一からやるんですね1万以上で売れると思うすげえもうかるもうかるやったハ <laughs> やった売れるんや儲かるなもう私が食べたやつ全部売ろうかな <laughs> 劇場で販売 <laughs> 食べ終わったやつちょうどゴミの捨てる量も減るから私は <laughs> いいやんわあ年間300人じゃカフェ行ってるカフェ喫茶店行ってるいいなくまさんはあ短距離早いんかな走るのあんま好きじゃないって感じする でも早そう短距離あー日焼け目からするって言うけどサングラスな似合わんと思うねん多分。多分似合わんと思うねんなかったら人間終わりそうやから買わないけど <laughs> おもろいこれ買うんはだいぶな気するな全然あげるけど <laughs> あげるねんけどああ英語教えてもらわなきゃ大丈夫 大丈夫です英語はちょっといいですあの数学とかここは別に教えてもらんでもいいか数学とか社会と理科ならいいんですけど英語はちょっといいです <laughs> サングラスつけてたら笑うおもろいでな絶対今日の僕はウソさんギフトありがとうございますおもろいで絶対サングラスあ <laughs> 面白いね あ,あそくまさんくまさんねテニスがえぐいくらい上手いんですよやばいでめっちゃうまいで怖いもんもうなんかもうビューンみたいなビューンの音じゃないねなんかもうやばい音してるもうなんか表現できんくらいやばい音してんねん待ちかねくきたるさんギフトありがとうございますほんまにすごいでテニスもすごいからあれもあのバドミントンもすごいねやばいで怖いも,もうもはや怖いも カップから咲くちゃ草何 d ね a よ採取してクローン作る人が出てきそうやばいやん細胞を取り分けるってこと私のこのはい若干入ってるくらいのやつを取ってもう鼻とヒゲがついたサングラスにすればふざけてるやろもうそれはくまさんは人里に降りてきて大丈夫なあっ撃たれる撃たれるくまさんうん スーパーマンさんんスーパー男さんギフトありがとうございますクマさーんク <laughs> さんやばいで怖いでもうなんめっちゃ強いクマさん <laughs> そうやばいで怖い今日なクマさんのとこ行って喋っててんよあの友達と一緒になら あの三角定規とかを持ってたんですよ熊さんがでそれをねあクマさんの後輩の先生もうめっちゃ一番下の入りたての先生と4人でそのどちらと含めて喋ってたらなんクマさんが手滑らして落としちゃったんですよその三角定規を。で机から下ってこう斜めに落ちて私の足に当たっちゃったんですよ。で黒島全然痛覚鈍いんで全く痛くなかったんですけど。 あ、なんか「落ちちゃった」っていう方に意識がいって全然痛くなかって私は落ちたのをひ心配したんですよでも友達が私の両手持ってるからあ動かれへんあ拾われへんああってなって <laughs> でめっちゃめっちゃなんか心配してくれててクマさんはでその先生はなんかその先生がひどいって話はしててんよ冗談でななんかそんな思ってないねんけどほんまはしそんなことないねんけどなんか 理科の先生やってるその人がめっちゃひどいのよほんまになんかもう私らいじめられてるんです先生聞いてくださいみたいな感じやってでその話をしててそのクマさんもめっちゃなんかそうやのそうなんかかわいそうにって感じで乗ってくれててんよだからその落ちて私の足に当たったのをいいとに「大丈夫大丈夫」ってめっちゃ言ってきてニヤ,してしもうニ,ヤニヤしながらもう顔が「大丈夫大丈夫」って言ってきて <laughs> そう めっちゃおもろかったでクマさんはちゃんと心配してるから <laughs> めっちゃおもろかった大丈夫ってちゃんと聞いてたおもろー <laughs> 通学にいぶいて全く痛くなかった <laughs> 当たったことに半分気づいてなかったなんかもうな気づく前に落ちた方にああ拾いたいけど両手塞がってるどうしようと思って <laughs> そっちがああってなしてんけどんで みんなが心配してこっち見てるのを見てああ私の足に当たったんかと思ってそこで気づきました <laughs> 理科の先生の扱いひどいからな <laughs> 当たったことに気づかんかったからああ私に当たったから心配してんのかと思って <laughs> 鈍すぎてもう分からへんかった <laughs> めちゃめちゃこっち見るやんと思ったら当たってたからやった <laughs> おもろい理科の先生はそれをいいことに「大丈夫大丈夫!」って言ってめっちゃいい人アピールしてた <laughs> めっちゃおもろい <laughs> そうあれ火げ入った時は痛かったん痛かったけどあでもなんか別にこんくらいやったら捻挫とかがなんかなと思って私捻挫もしたことなかったからなんか痛いの基準が分からんねんなんかこれくらいやったら捻挫とかこれくらいやったら骨折とかがさ もちろんん骨折かしたことないから知ら知わけで落ちて「痛っ!」と思ってめっちゃ痛かった「痛いわ」と思ったけど別に歩けるしまあ立てろんやから日々履いてないやろと思ってもう折れてないやろと思って「捻挫くらいかな」と思って足グリングリしながら歩いてて <laughs> 踊ってる間もあ「あこっこっち向けたら痛いなあこっち向けたら痛いなああピキみたいな <laughs> そうピキってなって。 こうやってるやん、足、ここれ地面なこう,こうやったら痛いとかでこあこっちやったらそんな痛くないんかとかってグリグリやっててピキッてなってあピキッて言ったあなんか痛くなくなってきたみたいな <laughs> なんかハマったんかなピキッてなって痛くなくなってんあどうしようなんか病院よやなんか呼んでお母さんとかお迎え呼んでしまったけどなんか痛くなくなってきたどうしよう何もなかったらどうしようみたいな感じになっててちゃんと何かありました <laughs> 日々吐いてました なんかビキって言ってんよ一回 <laughs> そう悪化したんかなそれでビキって言ってんでも言ってからなんか若干あ痛くなくなったどうしよう呼んでもたと思って全然日々入ってました <laughs> 気づいてなかった一曲踊っちゃったからさ痛かったんかな多分 <laughs> ちょっともうちょっと痛覚働いてほしいな 脳まで伝達されてないい私の反射神経が遅い運動神経が遅いだってあれやんな皮膚やからん骨やから感覚器官足から行って感覚足の神経通って脊椎通って脳まで届いて脊椎通って脊髄脊髄通ってで感覚ちゃうわ運動器官通って 足に戻ってくるやんやなそれが遅いってこと遅いのか鈍いのかえどっかで異常あったもしかして <laughs> やばいやんそういう時ああ絶対動かさない方がいいんかいやなんかいけるかな <laughs> と思ってあの、どこへったら痛いんやろってなんかい痛いのがなんかちょっとなんかさ痛気持ちいい感じやってさ <laughs> だからそうあ脊髄反射っていうのもあるよあるよねなんかさ シュピーンってやつやつろ <laughs> なんか条件反射でパコってなんかさ膝叩いたらさピクッてするのとかさあの今唾液が出てきてるみたいな感じでさなんか脳まで行くまでに脊髄まで行って戻ってくるやつやろ今日やった <laughs> なあやばいよな感覚にうぶ過ぎて <laughs> <laughs> なんかな痛気持ちいい感じやったんよピキっていくまでなんかああもうちょっとで行くもうちょっとでなんかなんかパキッていきそうやんなと思ってなんか腰鳴らしたい時とかないなんかこんな感じでさ聞こえるかなこれなんかみたいなこんな感じのとかなんかこういうのとかあるやんやりたくなる時があるやんなんかあともうちょっとでなりそうなのになれへんみたいなそんな感じやったからあともうちょっとあともうちょっとと思ってたらパキって言ってもった <laughs> あああややろろちょっとわかるやろあの感じやってんあの感じやったからちょっとびキってねいっちゃったんですよ <laughs> アホやなおもろいわ日々なんで骨挫傷それでいけたんやろ <laughs> あーおもろい首はな極力やらんようにはしてんねんけどやっちゃうよねなんかな大事な神経詰まってるからあんまりやろうとは思ってないで <laughs> あほら結構しっかりいったからなバキンってあなんかやばい音したと思って結構な距離あるのに全然聞こえたからあやばいあやばいと思ってでも戻ってもうた指はな太くなるねんけど指はそんなにならんここはやらんようにしてるここが太いのが嫌やからここは別にもう何でもええよ <laughs> な動かさん方がよかったな数年後毎日整骨院帰ってそう整骨院は行ったことある ででももう痛痛くくなくなっってんん左膝が痛かったんですよそのひびが入ったせいかひびが入ってたからなんか曲がらんくて足がでこ,うこ,れ足な左足こう曲がるのが硬くなってたみたいでここが伸びひんかってだからめっちゃストレッチしたんですよほんなら膝が痛くなくなってほんなら右のふくらはぎが痛くなったんですよ何でやろうと思ってたんだけどなんかそれはなんでか分からんねんけどなんか全然右の方が柔らかいから。 いとかかかうわけけじゃななっったたど多分膝をかばってたんやろなふくらはぎが痛くなってだからめっちゃ右をマッサージしてめっちゃストレッチしたんですよ多分右のふくらはぎは変わったことによっての使いすぎやと思うんだけど、まあ、ライブのリハ期間とかが終わって両方痛くなくなりましたもう今痛みはないです何もすごくない高英さんギフトありがとうございます 首はなあ、い,ろいろ神経詰まってるから、絶対やらん方がいい。けど、やってもまうよね。なあ、の、整体でさ、やってもらう時のさ。あの、ふくらはぎゴリゴリするのめっちゃ好き。めっちゃ痛いねんけど、めっちゃ痛いねんけど。痛ってなんねんけど、めっちゃなんかな。なん癖になる感じするねんだよな。わ <laughs> かる。高井出さんギフトありがとうございます。 筋肉痛もなんか伸ばしたくなるギューってしたくなる <laughs> もう今私は全身痛くないからわーい膝もふくらはぎも痛かない元気元気もうあともうちょっとで風も治りそうな感じやね <laughs> やばいやんヘルニアの予備んみたいなのるやばいやん首なら絶対ならそうほうがいいや絶対やめたほうがいいわーいわーい 元気元気鼻声そうめっちゃ言われたちょっくなってきた <laughs> あの担任の先生にさ「今日の相退聞いてますか?」って言ったら「聞いてない」って言われて「めっちゃ鼻声やな」って「めっちゃ鼻声やな」っていうレベルの感じのさトーンでさ返してきたから「あそんなに?」と思って「うん」って言った <laughs> 鼻声らしいですでも私も思ったよ 鼻声やなぁとは思うけどそんなかと思ってうんって言って鼻声ですでももうね喉はねなんか若干こんな感じなんですけどで席が一回出たら割と連続で出るんですけど急に止まるんですよ電車で出た時焦ったなんかさ人割と多かったからさ電車これさ なんかあーどあー席あーこれ絶対隣の立ってる人嫌やろうなーと思ってだからなんか「うんうん」みたいな <laughs> 若干ごまかしてですぐ止まったからよかったで鼻だけやねあとは鼻だけ出へんくなったらもう完璧喉はもういけるやろ「<laughs> いけるやろ」とか言って「もういけるやろ」って言っていつもあかんねんなマげさんギフトありがとうございますこんばんは。 あー面白いねあーやっともうクマさんもペンギンさんもしゃべるようになるあそう熱はないんです熱はね微熱しか出やんかった7度台しか出えへんかったからもう熱は今回の風はほぼなしです普段からマスクしてるのうんマスクするメイクしてない時あんまり素顔見したくないね <laughs> 全然今さらけ出してるけど <laughs> なんかショールもムはいいねんけどさー 現実であったらちょっとマスク外したくないねんな朝のギフトありがとうございます、はああやっと喋るようになったよもう待たせやがってよこんにちは放牧してましたおもろい放牧してましためっちゃおもろいやどうして喉対策でいつもアメちゃん持ってるアメちゃんおもろいこれ棒 あのなんかな下がソファーで上がベッドになってるんですけどそのベッドの柱の骨組みみたいなとこです。りこれ自体にそんな意味はないですがなんか「立てかけるよ」とかなんかな引っ掛けるんかな分からんけどなんかついてる補強みたいな感じだと思うけど多分。 がいないバレたちょっとお引越ししたんですクマさんちょっとね住所は教えられないんですけれどもお引越しいたしましてかわいそうに <laughs> かわいいうちの家にはクマさんがいっぱいかわいいな <laughs> 勉強しようかな取泰さんギフト入れて出ます 通勤急行。かえきさん。ギフトありがとうございます。そう、くま先生。くま先生じゃないわ。くまと別居です。くまとさん。私は鼻声になったら、アンジュさんのこの前。私は鼻声になったら、アンジュさんの声も出できます。すごいやん。え、声良すぎやろやばいな。鼻声になったらって言われだよな <laughs> アンジュさんの声いいな。 思い出したの <laughs> あれですあの円形円形じゃないわあの楕円じゃなくてあの円グラフじゃなくてあれですあれ描く時用のあれ描くのあれがいるんです <laughs> あれがいるんですあれあれがいるのあれと見えない ないか。ないよね。そうだよね。ないよね。ないよね。とあれです。分度器。思い出した。分度器。分度器私なかったっけ。あると思うねんけどな、などこやったんやろ。分度器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 。よいしょ。よいしょ。え、分度器私どこ入れた。 逆ににどここ直すことがある私の文房具はどこへ行ったのか全然名前出てこないそうコンパスはね持ってるんですよ常に <laughs> どこやったっけ分度器分度器分度器分度き え、どっか入れることあるうーん一番上の引き出しにあるよやっぱりすごいなコンパスなんかふだん使ういや使わんけどなんかちっちゃいから入れとこうと思って分度きは割とさな幅取るやんけど分度きは細いんで。 私のぶんどきこれなんですよ細いからペンと一緒ぐらいやからペン一本減らして入れとこうって感じの感覚で入れてますどこやったっけいつでもさせるよそんな感じえー、私の分どきどこ分どきー出番やであんたの出番今くらいしかないで分どき分どきちゃん分どきちゃん 今やで今しかないであんた今今寝てこへんかったらもうこの人数ンズで使われへんでおい分ンド分おい分ンドキブンちゃんいないのやんここにはいらっしゃらないのねなるほどおどこへ隠れたのかしらおーいおーい分ンドちゃんどこに隠れたの 僕に隠れたのはよ出てこいへんかったらもう使ってもらわれへんで役目通されへんまま捨てられていくんでねえんかちゃんと渡された職業くらいちゃんとやりきるなもう、ね、これからそれしか分度器としてしか生きていくことができんねんからもう役目終わったら燃やされてあれやで次のねものに生まれ変わるだけないから せめてもうちょっと働いとこうよなんかひそ,くひそことしよう何かちょっとでもいいからさやっとこうよ最後に何か残そう今後の未来に何か残そうよ隠れてやんとさ何を隠れることがあるんよでも隠れることないやろはいうたてきいやそんな隠れてやんともうどこ行ってんよほんまに 役目もはたさんとよ <laughs> はかないなはかないわリサイクル意識高くて草さあ <laughs> おかんみたいな <laughs> おもろいもう今しかないで分度器説教長いおもろ悪あ熊さんが分度器持ってったわあ。なるほどねしゃべるだけでも落とせるやってうわ初めて言われたうれしい やった一人やったらなお話も落とせれねんけどな一人じゃなかったらあかんねん <laughs> 誰かおったらちょっとあかんねんけどえっ分度器なんか他使う時あるなんかある逆にどっかで出したおい分度器んかブって言った言ってないか隠したのはあなたですあ私が私が隠しちゃったあれどこですか ぐんのきさんぐんのきさーん,、うん、さーんわわあんじゅさんのかわいいのが見えちゃった可愛いいあんじさんが見えちゃった一回出すしかないよねこういうのほらほらほらあかわいい見てふんふん電話したら一生喋ってそうおもろいそんな喋らないタイプですよ見てーかわいい かわいい見て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 かわいくないかわいくないですかイベントは十八日までだと思いますまだサインがない絶対言われると思った、はあ、かわい,いなまつげ長すぎやろ、はあ、かわいいお綺麗ですねやってほら分かってますね。 野原しのすけのすけさんギフトありがとうございます。さだしゃんさんもギフトありがとうございます。えー、直樹さんもギフトありがとうございます。サインもらわないのもらいたい。<laughs> いつかいつか何かあればって感じ。可愛い,いでしょ。可愛い,いでしょ。可愛い,いでしょ。なんでこんなに綺麗なの。ポニーテールほんまに似合うよな。でもツインも可愛い,いねんな。 なんな可愛いんやろな。めっちゃ可愛いな。めっちゃ可愛いな。もうなんでこんな可愛いんやろな。もうやばいよな。めっちゃ可愛いよな。やばいよな。めっちゃ可愛いよな。サインしようかやって。おもろい。え、めっちゃ可愛いいよな。どうしよう。めっちゃ可愛いよな。やばいよな。めっちゃ可愛いいよな。やばいよな。もうやばいとめっちゃ可愛いしか言ってない。どうしよう。でもほんまに可愛いねどうしよう。めっちゃ可愛いいでな。もうほんまに可愛いいでな。 アンジュさんさのグッズはこれしかないんですよもうほんまにかわいいよなほんまにほんまにかわいいでほんまにかわいいってほんまにかわいいほんまにかわいいヒロさんギフトありがとうございます昨日の髪型も可愛いかったですよね <laughs> あのまとめてるのもかわいいですよねヒロさんギフトありがとうございますてさっき言ったなでのきさんはどこへ行ったもうでもつかましい,いかいらんどこへ隠れたんだ あの子はどこに隠れたのかしら本当にあ,あかわいいフフ <laughs> かわいいわもうアンジュさんかわいいアンジュさんかわいいアンジュさんかわいいまあアンジュさんがか,、まあ、かわいくないわけがないもんな <laughs> アンジュさんがかわいくないわけがないんですよ わあお人形いっぱい出てきた可愛い,い懐かしいこれどこ行った時のやつやったっけかわいくない課題うんなんか数学で使うらしいんだけどあかわいいかわいいね君えいや見て仙台ワンコのチョコちゃんとこがいたんですけどその子の片身を 受け継いでる子でしたいや懐かしい <coughs> <coughs> アンジュさんとぶんどきどっちが必要え、余裕でアンジュさんえ、いらんぶんどえ、見て見て見てこれな、私がね、お父さんの会社で作ったんですよこのチョコって名前のおやつをで、首輪につけてたんですよそれをね、この子に写したんですよ 懐かしい懐かしいのいっぱいあんねんけどどうしようにゃんかわいい全部かわいいどうしようなんか押してられへんよなこういうのかわいいでもうないよなもう他置くとこないもんなないよしない,ない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 いないなない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 

腰の時に持ってったんやなそういうそうやね多分匂いのやつどこやったっけどっか行った新しく置いとこうかな <laughs> か床にくっついてそうやって床に落ちることある劇場に忘れたほうほう捨てたんかないらんって言うて。 捨てることあるあるか前は捨てた捨てた <laughs> あ課題するか正見です頑張ってくださいってありがとうございますはかるんかなはかると思う書くわけではなかった気がするなんか別にいらんかったなと思ってなのでいいです ゴリゴリ言った骨が <laughs> 三角定規と一緒に似てる三角定規はね筆箱にいるんですよな <laughs> んで文竹だけおらんのって感じだけど黒島黒島さくらってでも書いてるんですよ名前はどこへ行ったんでしょうね筆箱に入ってるとかないよなめっちゃおもろいでなそれほら三角定規二枚 だけですね。ないですよ。どこ行ったやろな。まあ、いいや。前の配信、そう。え、分度き出してたやん。分度器出してないで。分度き探そうって言って、見つからんかってん。<laughs> 家でしたか。 そうかいろいろあったんやなあ残りも <laughs> こんにちはめっちゃコーヒーゼリーの殻のやつからいい匂いする教科書も挟んでないと思うんだ小学校の時にもう終わったんかないやーってやって捨てたんかなよし捨てたよ捨てた捨てました捨てました捨てました終わり終わりよし 床島がちゃんと勉強してる漢字練習帳小学校の時の漢字練習帳を横勝手押すなって天人に怒られた <laughs> 面白いそれはね余ってるノートがあったら使うでしょうわあ、めっちゃ漢字練習してる ちゃんと漢字練習中やちゃんと漢字練習してる <laughs> おもろいしかもこれ中学入ってからやでおもろ入いてるページえそうもったいないよなですよねやっぱり黒染めやって黒島だけじゃなかったあのテストで間違えた漢字をなんかひたすらに書き続けてるんですよほら同じ漢字をめちゃめちゃ書いてる だからね高秀さんギフトありがとうございますだからね一、1 2 3 4まだ漢字で練習してる55ページ目 <laughs> 擬態語とかここら辺は授業のやつやなまた鼻声なってきたな <laughs> 急に来るな <laughs> 急に来るな タッキーさんギフトありがとうございます絶対に覚えないとっていうそ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 の気持ちを込めてねめちゃめちゃ書いたんですめちゃめちゃもうそれはもうめちゃめちゃ書きましたよ <laughs> スマホ持っていったらあかんねんなまあ中学生ですよねですよねやって中学生ですしね 可愛い,い髪型。マナビアンジュって感じを何回も描いてない。描こうかな。描いてみようかな。<うん S 2> 風邪気味なんです。でももうほぼ治りかけで、もうでももうほぼほんまにほぼ治りかけなんですよ。だからもういけるんですけど。こんにちは。こんばん,ん,んは。 えほんまにテストえ国語やばすぎてびっくりしたほんまになほんまに高かったえ、なんかクラスの中でも割と高かったんよほんまにほんまにな平均より全然高くてびっくりしたほんまに平均より高くてほんまに。 ほんまにほんまに意外とほんまに高くてうえー、って感じえびっくりしたえだって一切行ってなかったで今回一切一切行かなかったよ私国語があろうと数学があろうと行かなかったよ一切でもほんまにほんまにただちゃんさんにしてありがとうございますでもねめっちゃめっちゃ取れたんですよ めっちゃ自慢げに言うけど。めっちゃ取れたんですよ。だからな。そう、びっくりした。自分で。自分で一番びっくりした。すごいでな。え、すごいでな。すごいよな。すごいと思うね、私も。すごいと思うね。あんまりすごいと思うね。これだけもう一回やるから。プリント挟んだままにしておきます。 そしてよしよしえへへ自慢していいやんいや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 そんなね点数になんて自慢するもんじゃないですよ <laughs> <laughs> これは勉強するやつなのでえでも考古自由資とかわかるやろまえかでもやっとこれ一応。 めっちゃやったからねめっちゃやったからねもう1週間でもうめちゃめちゃまとめて詰め込んでやったからね国語と数学だけ <laughs> だからそれ以外はちょっとひどかった <laughs> でも社会が思ってたより高かったのがびっくりしたあそんな取れたんやと思って理科が思ってたよりやばかったですねなんかやばかったです理科が理科がすごかった <laughs> やばかったはあ 面白いわ15はやばすぎる15はさすがに低すぎるそれはさすがにないけどえリサヒよりは高いでさすがにさすがになさすがにとか言って2人の方が受験生やから高いべきだけどあー確かにリサヒに勝ってるならオ OK いけたいけたリカは低かったいや5句とか覚えるタイプやからさノブローさんに2人ありがとうございますもうほぼ初見のやつがいっぱい <laughs> ほぼ初見のやつがもういっぱいあったからほらねそうわからなかった国語漢字は点数そんな私なそんななんですよなんか文章問題とかをめっちゃな解いてめっちゃもうめっちゃそれはもうめっちゃって頑張ったんですよそしたらえっ なんかねテスト終わったあたりからペンギンがやっとやっとしゃべるようになって平均点低い理科は国語国語は58とかやったと思う平均理科はどっからやだっけな,なんかうん分かれへん40から50くらいじゃんえでも40あったかな40くらいじゃん あーゲシタルト崩壊したらせっかく覚えて出て,てくるかっめっちゃわかるそれわーこれわ昨日覚えてたのにみたいなやつあるような,なんかいつも分かんのになんでこれ分かれへんのみたいなわかるよやんな理科で初見はやばいしかないほんまにやばかったえ、ね、もうほぼこれ知らんねんけどみたいなこんなん、まあ、聞いてないからね聞いてないから知らない知らないと思ってたらやばかった点数 にも気温が下がってきて楽になったんな。おもろい。はちきはさくちゃんと行き方だけ。賢く。いや、結構はちき頭いい人多いで。そまっさくとかもやろうし。まあね。大学くらいやん。んで。まこちとかもやと思う。なんかできるイメージある。わかれへん。とかかな。 得意分野を伸ばしましょう不得意あ,あ復習が復習が復習が大事だと思いますありがとうございます私も頑張ります復習。そして得意分野を伸ばそうと思いますえ国語もっと高いもっと高い国語もっと高いよ感じ分からんかったらとりあえずあ,あ似た感じあ,あ分かるわめっちゃ分かる文章中にな何か探すよな分かるまずそこは頭良さそうじゃないなんかめっちゃいろんな見たことない 文字いっぱい書いてたから賢そうなイメージイチ学力テストで怪しかったあれそうなん国語が98はやばすぎるそれはさすがに高すぎるさすがにないもうクラス最高点超えてモテてるそれはやばいやばいえ割と8期賢多いで黒島が別に賢いって言いたいわけじゃないけどそういうことじゃないけど賢いみんな。 学校をちゃんと行ってた人らが多いから <coughs> めっちゃちゃんと授業を受けてたタイプが多いうわっ黒島頭良さそうに見えへんけど頭いい一言余計いいけど別に頭悪いわたそんな気にしいんねんな <laughs> わあななきぶりよみたいなわああああんあんああんあんじあんあんあんああああさああんじさあああんじゅさあああ 高三の時国語一回だけ九十六点取った。すげえ。私美術だけめっちゃこ九十点台やりましたよ。<laughs> 美術で <laughs> 勉強あーできるんだったかし違うしな確かに違う違う全然違うよ全然違うわ数学やるかーでもな今勉強する気分じゃないよなでも国語も課題の どこ終わってんねんでもこれ照明とかやねんな照明まだ習ってないから習った時にやるのがちょうどいいのなそうやな照明やもんな次くらいかよしへへ美術なんか書籍にすっとなくて大変落としてた <laughs> おもろいビスホップパワーンさんギフトありがとうございます 数学は読まれへんが <laughs> <laughs>、かかった。英語は低いよ。低いけど、まあ、まあ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 って感じ。許容範囲。あミヤチとかマカシコさん確かに。 えー、美術は先生と行動を共にしてたら58点くれたもうほとんど何もしてへんけどやばいやんもう完全にひいきやんあほとんどもうあかんわ漢字読まれへんわほとんどあかんおほとんどほとんど坂田も棒勉強して希望えー、すごいな坂田もな先生がめっちゃ甘いね ああ天井先生おるかないやテストに関しては割とみんなちゃんとつけてるイメージやわ全部の強化頑張れ頑張れってやってくれるけどこうこうこうなんでこうしときましたとか仲いいのでこうしときましたとかはないさすがにさすがにないですそういうのは一切ない <laughs> おでんん屋さに2人でますでもねテスト1週間前にねあのペンギンとかがやっとやっとね進展がありましてやる気を出しましてここがちゃんとやってで数学も熊さんがねいろいろってくれたからやる気出しましてその2教科だけ頑張りました。で頑張ってない社会がなぜか点数取れるっていう。ね。 坂田さんはヤンキーっぽそうなんでやねんえっほんまに優しいで優しいギャルって感じするなんか私の思ってるギャルではないめっちゃ優しいタイプのギャルめっちゃ優しいでえなんか最初は怖いと思ってた <laughs> なんかめっちゃ高校生って感じがして なんかめっちゃめっちゃ高校生って感じだったなんかキラキラギャルみたいな感じやったからああ、なんか、ああ、わ高校生やなと思ってたけどめっちゃ優しかった。めっちゃ優しいです。蓋を開ければって感じだった。鎌刈さんギフトありがとうございます。グレックさんもギフトありがとうございます。めっちゃ優しいで。理科の先生は誰なの理科の先生は新しい1年目の先生なんで動物がないんですよ。<laughs> 動物がないいんんですす高井さんに2人ありがとうございますそうギャルっぽいんやけどめちゃめちゃ優しい私の思うギャルはギャルっていうかなんかうーん反抗期 <laughs> っていう感じなんですけどなんか若干生きた感じの子なんかうちの学校はそんな子しかおらんねんギャルみたいな子はだから髪むき染めてるみたいなめっちゃメイクしてくるみたいな爪めっちゃ伸ばしてますみたいな イーイみたいな感じのコーラはなんかあんまりイメージないから私は特にイメージないから分からないけどなんか坂田んは全然違うめっちゃ優しいあでも天童ちゃんもいい子そうやないいコーラあるよなめっちゃいい子そうあんま喋ってないけど最初はリサヒ言とゆきのちゃん年下だと思ってた「ゆきのちゃんはおえや」と思ってたう <laughs> ん リサヒは見てなかった、見たことがなかった、知らんかった二人とも。それとも認識してなかった、天奈ちゃん、池田、池田天奈ちゃん。坂 <laughs> 田優しいで、坂田ほんまに優しいで、坂田ほんまに優しいで。ほんまに、ほんまになんかギャルって感じするけど、めちゃめちゃ優しいで、めっちゃ真面目やし。めっちゃいい声で、押してな、みんな <laughs>。 ほんまにハチキいい個しかおらんからほんまにハチキいい個しかおらんから <laughs> ほんまにほんまにハチキいい個しかおらんから押してなみんなハチキ押しやで絶対に <laughs> ハチキしか勝たんやからねハッえでもさ天菜ちゃんのさあれすごかったであの <laughs> あれ何やったっけあのあのさ この前のライブのさ曲名が出てこへん歌は出てきてんのにわー出てこへんわー出てこへんあああまり優しいって言うと言わされてみたい違うねほんまに思ってんねほんまに思ってんねもう伝えたいほんまに思ってあ拳の正義や拳の正義めっちゃ似合ってたすごいあれフさかたんの握手会行ってきますやってうわうわ いっ,っちゃうんや私が宣伝しといて <laughs> 私が宣伝しといてなんやけど <laughs> いやーやっぱり八期っすよ8期しか勝たんでしょ押すなら八期ですよひかりちゃんと何の話するん,ん最近どうって感じ <laughs> いや特になんもない 何の話うんギャルメイク似合う気がするやってえー、じゃあやろうかないつか <laughs> お話会かなんかでやろうかなギャルメイク最近どうは距離感じるえー、でもその日によって話すこと違うからななるなうんどの先輩が話しやすいみたいな 話とか。ぼちぼちでんなってういう。私が言う方やねん。それ <laughs>。私が最近どうやって聞いて。返されるって感じ。あと一時間っすね。いや、面白かったですね。腹に内臓入ってるんかなってくらい欲しかった。やんな、桜田さん。 マッチ棒ですからね、あの子は。マッチ売りの少女の方じゃなくて、マッチの方ですから。ハロウィンなんかしないの、ええー、なんかしたいな。光線さん、ギフトありがとうございます。渚さんと話すことありますか。なんかリハの時に。リハ映像とかで、ね。残ってるんですけど。なんか。フリーで動くところがあるんですよ。そこでめっちゃ。あの特に入りたての時は、もう本当に何していいかわからなかった。ので、なんか。リブス掴んで、わーみたいなのとか。なんか急に。 髪の毛持つみたいなとかめっちゃ渚さんが絡んでくれる時はあったのがすっごい優しいなと思ったなんか話しかけてくださるんですよなんか私が何をしたらいいのか分かってないのを見て「笹刈さんギフトありがとうございます」「鎌あかりさんもギフトありがとうございます」「来てくださるんですよ」「優しいですよね」「さすがっですあね」「 そう、だからあやぴんはボーニングハロウィンの、あ、顔のペイントなんか肌荒れそうで嫌やねんな <laughs> 肌荒れそうでなえ、なぎささいこ楽しそうに見えるやっためっちゃ楽しいあれあれ、めっちゃ楽しいできょうけいしゅさんギフトありがとうございます合ってる気がしないなぎささんみんなに優しいからいいよねなんか偏りがないよな 優しい超みんなにまんべんなくやからアンジュさんって一番最初に交わした会話って何写真撮っていいですかってしおぶり出した話 <laughs> リサちゃんこれ携帯やとしてな写真構えてるとしてなリサちゃんにどうしようアンジュさんって写真撮りたいねんけどさ,あの自,撮、ね、さ <laughs> 自撮りしてる時にアンジュさんが自撮りしてたんやアンジュさんが「この世界が雪の中で埋もれてく前に」っていう曲があるんですけど。 その曲の時に着てた衣装でめっちゃ可愛いと思ってその出番の後だったんですよでちょっと飽きやったね多分どうしよう写真撮ってほしいけどアンジュさん出番近かったりしへんかなどうしようあー今行っていいんかな私をああと思ってたらデリサちゃんが助けてくれて今や行け行けって言って言ってんでやっとやっと絞り出したらアンジュさんあの 写真いいですか? <laughs>」って言ってもう超モジモジもう超モジモジ言ってそうりさちゃんが助けてくれたんです優しいよなもうほんまにほんまにりさちゃん神様やと思うわ <laughs>「いいですか?」って言って初めて撮ってもらって「にゃーってめっちゃもう可愛かった超可愛い横丸さんに2人ありがとうございますめっちゃ可愛いで。 超か,よかったもう透明感やばかったもう半分透けてたやばかったうわーかわいいと思ってほんまにほんまに梨紗ちゃんもうさすがやで天使よなもうなんかやばいでほんまにほんまに展開の人やったわ梨ちゃんは <laughs> 神様ですねもうあがめるべきですよほんまほんま神様ですよマッサーさんギフトありがとうございます やあの衣装やったら半分透明やろほんまにほんまに半分透明やってさかわいいと思ってほんまなあやばいでなあかわいすぎてやばかったですもうやばかったですよやばかったですよあかわいかったかちでかわいほんまにかわいほんまにかわいいでほんまにかわいほんまにかわいほんまにかわい マッサンさんギフトありがとうございますあ愛い,いよね本当に本当に可愛い,いよねちょ今もアイコンにしてるアイコンちゃうわ6画面六画面はあれや B2 や3ボート1ホーム画面がね <laughs> あれなんですよ見てほらこの透明感のあ,じゃあんちょさ顔顔を見てほら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 あ変なとこしちゃったもうもう見てほしい 見てほしい早く早く見てほしい見て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 ほら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 透明感やばない透明感やばない透明感やばないめっちゃ可愛いねんけどどうしようああ可愛いなやばくない透明すぎて見えへんかったやろほんまに私もそう思う <laughs> 褒めるのはいいやったー <laughs> 下,手下手やと思うけどほんまに <laughs> えお押しとさ撮ったツーショットさホーム画面ってえぐないすごいでなアンジュさんの隣の子も可愛いですねやってはあ、はあ、はあ、はさすが褒め上手ですね <laughs> もう可愛すぎてさーもう可愛すぎてさーもう可愛すぎてさー もかわいすぎてさもうかわいすぎてさもうかわいすぎてさ見えなくってさもうめっちゃかわいいでなあ, <laughs> あ見えてなかったとか言えないああああうん透明すぎてね綺麗すぎて見えなかったってことですよねあーえっ、ー、今アンチョさんのアンケート合ってるだともうそんなん言うなっててよ今日劇場行ったのにもうあれ配信ループしてるうそ今 嘘だろもう <laughs> <coughs> ああもうだって可愛いんやもんもう可愛いんやもんもう可愛いんやもん,もう,やも,んもう可愛いよ可愛いすぎるよあ可愛いいよね可愛いいよね <laughs> 咲ちゃんの先端の飾りをホーム画面にしてるやってかわいい <laughs> 私もまだ上に飾ってるんですよこの上に <laughs> かわいいかわいいよもうアンジョさんなんであんなかわいいんやろあかわいい連呼しすぎてもうループしてるように見えるおもろ同じ表情で連呼するとおもろ錯覚してまうか

今日はね、ペンギンと喋ったし熊さんとも喋ってたしもう満足ですね満足満足まだ私ご飯食べてないのかじゃあまだ一日は終わってないのかああそうお花の写真も撮るんやそううや。自分が着た衣装でお気に入りペンギンペンギンがお気に入りです <laughs> ンンギンがお気に入りです。<laughs> 同期に待ち受けの USJ の USJ の黒クあるかなユニバかなユニバちゃうわあるかなあの夢の国かなの黒削見られた彼女って聞かれたおもろまあ勝手に彼女ということに皆さんしといてもろてもう全部彼女という手にして使い回してください。 の名前は全員フルネームで言えると思う多分多分これで言われへんかったらちょっとかわいそうすぎるから言わんけど <laughs> 申し訳なさすぎるさすがにああんじょさんかわいいよねほんとにほんとにかわいいよね <laughs> よしよいしょ勉強をするかでもする気はないんだよね ミオチがアンジョさんと一緒に撮ってたね、思いましたよまあ、私も撮ってもらったこといっぱいあるんでいいですよえへへははミオチやしな、ミオチは全然いいよ俺の彼女が可愛いすぎるあんた、いっぱいいるでしょ、いっぱいいるでしょ <laughs> やる気スイッチをしましょうかポチッ今日アンジョさん百回以上言った気がするだって可愛いんよもう、もうどうしよう え <laughs> で体育大会の髪型どうしようかなツインかハーフツインか <laughs> もあかさんと昨日ちょっとだけしゃべったあの場所できますよって話みうちはいいよなんかみうちはいいよなんかみうちは行けそうやもん行けそうってない <laughs> 全然よさそういい全然みうちは二人とも可愛かった <laughs> 二人とも可愛かったよ二人とも可愛いよ <laughs> いやだってアンジュさんいっぱい撮ってもらってるしやしいっぱい撮ってもらってるしいいもん「撮れてないなぁと思っててんよ」とかいう話もしてるもん私はアンジュさんと「今回のライブ全然撮れてないなぁと思っててんよ」とか言ってたもんかわいいはあ私が勝利も言ってなかったも言ってるかなって探してくれるくらいのねあれですから私は <laughs>。 あ一瞬回って学校でオールバックしかもノーメイクやろえぐないメイクありやからあれまだいけるけどなしはなかなかきついでな生放送のラジオ頑張ってますよね思いました <laughs> ちひさんとイチャイチャするとまこちに焼かれるらしいですかわいいおもろでもあそこはめっちゃ仲いいからそんな夜間でもまこちがね一番でしょちひさんも。 <laughs> マウント取られてる感じハッハまあ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 、まあ、アンジュさんとね私はいっぱい写真撮ってもらってるしねえ <laughs> そうほぼ皆勤賞ですからアンジュさんのショールームはなあみよちはねいい子ですよ本当にみよちはっていうかみよちもいい子なんです本当に本当に。本当に はあ、ボイスレコーダーで勉強頑張りやって,てもやばいやん <laughs> 録音してアラームにしようかな <laughs> 録音してアラームにしようかな一発で起きれる自信あるわでも止めたくないかもしれへんちょっと一発で起て「フン」って言って携帯ハッって取って止めんとずっとこれで歯磨きして <laughs> あ,あおもろい。 アンジュさんにお支援しそうにあるておいおいこの野郎いやさすがにねアンジュさんは可愛いですけれどもまあまあまあ黒島もなねえ黒島もさまあ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 同胆ってことでさ仲良くしようやん同 <laughs> 胆ってことで仲良くしようアンジュさんもちろん綺麗なんでね同胆としてねこれからも仲良くやっていきましょう もうアンジュさんかわいいアンジュさんかわいいだけで1時間半くらいやってんのすごいなハハ <laughs> <laughs> ちゃんいつアンジュさんのルームス入るのもう時期に入るかもしれんなはあ動嘆拒否じゃないでいいです全然。 あくちゃんにもペンギン忘れてる忘れてた今完全にあすごい明日でも590日やで、ね、やばドラゴンさんに2人ありがとうございます <laughs> <laughs> ーえー、じゃあもうあと11日配信したら200ってことすごいやんやばいつの間にかやなほんまにえもう年の3分の1くらいに 三分,分の1は三分の二くらいになるってことやばいやん早いなそんなやってたっけなあすごいでなこんばんはもうあーかわいいなーかわいいなーかわいいな黄昏さんギフトありがとうございます ああ28日土曜日で200回ねうんうんえー、今日アンジュさんをめでる会になってる確かに黒島もどないんだろうな確かにええー、今でもわああってほしいわオリジナルアバターうわー作りたいーないかなでもなさそうじゃないもう握手会で連番しましょうか 行きたいです私の握手会握手はちょっとあやんやかもちょっとなんか手袋20くらいにして可愛いんやろな絶対可愛いいんやろな,いいやろなえいつも応援してますって言って <laughs> おもろあるめっちゃ嬉しいねんけど頑張ろういつも応援してますってやってめっちゃ笑うやろなめっちゃおもろくない <laughs> 応援してます頑張ってください はぁーってもう次の人行くからおもろ <laughs> そばそば列に並んでちゃんとチケットを <laughs> 買ってあーおもろいわ戦争して行ってみる行きたいわほんまにあーおもろ行きたいわあんじさんの列かわいい <laughs> って言って 応援しに行きたいです大阪マラソン。えっへっへ可愛い,いですね。中華料理他の子やってて見てるのな思ってな実際にできるのやばいよな。<laughs> やばいでな普通に。<laughs> すごすぎる。ああ生きるかなって思ってちゃんとやるのがおもろい。 えっカリンさんのレースに並んでるの YouTube にえな何それてないやりたいな面白そうやな <laughs> 逆に私のレースンにアンジョさんが並んできたひゃーってなるとえ可かわいいってなってやばいと思うわえめちゃめちゃ嬉しいやばいやばいやばいでやばいよもうやばいよ もうやばいでめっちゃやばいでもうそれはもうもう手,手触らへんかもしれないああってなってかわいすぎるかわいすぎるかわいすぎるでかわいすぎるかわいすぎるよさすがにかわいすぎるほんまに <laughs> もうそれしか言えへんああかわいいよねあんじゅさん変装して並んでても え声とかで分かりそうなあ固まって喋らなくなりそうそれなあ私もそう思うねえ変装したメンバーに気づけるか聞くえめっちゃおもろそうやんいいなあやりたいねんけどハンジュさんの他に握手会並んでみたいメンバーえあ,あ若菜さんかなあ,あのすみの方の若菜さんと愛かさんととかかなあオンラインならいけるやろ おもろい行くか <laughs> いいなうわ行きたいなおもろそうやなめっちゃメンバー側が緊張するのおもろい若菜 <laughs> さんの方さ若菜さんの方やりたいペンギンが並んであさきちゃんの列にあんじゅさんの次にペンギンが並んでたら握手するえ絶対一ん無理でーすって言うもん拒むわもう無理でーすって言わて。 <laughs> 絶対につなぎません <laughs> って言ってみせびらがさおもろもうめっちゃおもろいやんペンギンだけしやんっていうペンギンも手出さへんやろな絶対なんか触りたくなさそう <laughs> もう絶対握手を求めてこないと思うわ <laughs> 握手会じゃあお話し会ダメの動物園歌っ踊ってくれるのかないいよ踊るのは踊るけど歌わんから歌ってな 雨の動物園歌ってくれるんやったら私は踊るよ <laughs> 全然踊るけど歌わんでペンギンいつも TikTok 見てますあ,ありがとうございます <laughs> またぜひコメントしてください握手会でテスト返却今回はここの点数が低かったのでここら辺はちょっと重点的はい <laughs> うわっ アンジュさんの握手会手触るんじゃないペンギンそんな触るじゃないぞアンジュさんに触るなんてそんな千年早いわほわーダメだよ弱いやん絶対に触らせへんあかんでペンギン絶対に触らせないアンジュさんに触れていいわけがないからねほんま絶対にあかん絶対に触らせへん絶対に触らせへん絶対に触らせへんで 絶対に触らせんでほんま <laughs> 絶対にあかんもうほんまにあかん手袋つけててもあかんからな絶対に喋ったらあかペンギンさんアンジュさんのこと知ってんの多分知ってると思う友達にアンジュさんの話してる時にペンギンおったから多分知ってると思うあでもペンギンも羽根払ってんのかつかお金払ってるんかいやあでもアンジュさんかいや暮らし前やったらいいけど うわあ、うわアンジュさんがかわいそう。わ <laughs> アンジュさんおきれいですよねってわあ、ききききき。きききききわあ、アンジュさん優しいからペンギンにも優しいんやろな。うわあ、うわあ、羨ましい。わアンジュさんのとこならみたい。 アンジュさんのとこ並びたい並びたいアンジュさんのとこいいなえもう絶対そんなペンギンかわせへんでもうペンギンかわせへんでそんな絶対かわせへんでもう絶対にかわせへんからなもう <laughs> 行くこと決まってるみたいなおもろい手袋しててもあかんでもう絶対あかんで <laughs> はあ んでほんまにほんまにあかんで二人にもう指一本爪の先でも触ったあかんからなツンツンでもあかんからああ <laughs> <laughs> おもろ短パンでランニングしてきますよって寒ないさすがにいけるんかまあでも下やったらいけるか上だけ着とけばあでもたまに握手会でさ手触れへん人おんねんな はあはあ、はあはあ、って感じでそう私が触ろうとすんねんけどなんか「うんみたいな感じであれなんか振られたなと思ってはあおもろもう絶対アンジュさんとか行かんないたしアンジュさん、ペンギンがアクショ来たら口ちばしつかむじゃないかわいすぎやろ何も言わんとこにしてつかむやろかわいすぎやろいやめっちゃかわいいやんかわいすぎかわいいかわいい 恐れ多いっすおもろい。<laughs> ああ、あいつさ、あいつさん可愛い,いわ。ちょっとこ,こんな感じで <laughs> 行くところね。<laughs> ああ、面白い。昔握手せずに柵に寄りかかったらガッて引っ張られてこけそうになったことある。おもろい。 あー潔癖症なるほどね <laughs> なるほどねそういうこともあんのかあでも手袋うんサンタクロースの格好まで待て並んでたらおもろ覚えやすいやろなでもな手袋一応してんだけどな アイカさんのわーペンギンが若菜さんとかいかさんのやつえあんまり触ってほしくないけどいいよ別にいかさんと若菜さんが嫌じゃないんやったらいいよ全然あのペンギンそんな人の手とか触るの好きじゃなさそうだからまあ大丈夫でしょう大丈夫で、ね、<laughs> もはやペンギン拒否や確かに加入前は握手会とか行ったことなかったです ハ <laughs> ンジュさんハンジュさんは触られたくないなちょっとなイカさんも若菜さんも触られたくはないけどうんうん,んって感じ悩ましいな悩ましいなペンギンがリサヒ絶対にあかんあのコラはまだまだ中3やであかんあかんあかん大惣そもう ツツンツンってするのもさくらさんはアンジュさんの前に立たれたらどうなるまですかえー、私がってことええー、可愛い,いなーって思う <laughs> <laughs> ああ。なんぼの DD になりそうって思ったら「えきキュン?ん」ってなる「きゅってなって。 もう,もうこれやったら全員全員この人はってなりそうやからここで止めとこもうちょさんギフトありがとうございます全っ <laughs>、えー、を釣らないとオンライン緊張しますわーありがとうございます来てくださいですね ペンギン先生が明先生と談笑してたらえめっちゃ微笑ましいなそれはただただ面白いやんえめっちゃ見たいねんけどめっちゃおもろそうじゃないえめっちゃおもろそうじゃない<笑>談笑してるおもろいいつも黒島がお世話になってます <laughs> ってことやろ <laughs> おもろすぎやろあ動画撮りたいわ収めたいめっちゃおもろいやろなえそうクさん先生テレビ出てん めっちゃ軽く言うんだけど <laughs> テレビ出たっていうか映ったレベルお元気ってなんか果物出てきたすごい,いさんギフトありがとうございますすごないテレビ出たって出たっていうか一瞬一言コメントしただけみたいな感じだけど出たらしいすごいよね <laughs> 一言って言って今日数学の時にインタビューみたいな言うてた。 会の時にあきら先生来たら「わあいつもありがとうございます」っていう <laughs> おもろい <laughs> うわでもなくまさんなえでも私はあれ一回ンテマラソンに出たことがあるんですよそれの時にインタビューされたけど使われませんでした <laughs> おもろいでもなんか写真だけあがった なんか黒島を撮ったであろう写真みたいな黒島が走ってるところでみたいな感じのうん NMB になってからじゃない小3とか <laughs> 小学校3年生の時のやつです走ってたんですけど3キロでなんか写真撮ったのがなんか本日カンペマラソンがどうこうどうこうみたいな感じでそう写ってたちゃんと黒島写ってたで。 <laughs> ちゃんとしゃべ走ってるとこ <laughs> 佐藤くんさんに2人ありがとうございますインタビューはされたけど言ってこうとか面白くなかったんでしょうね何も <laughs> あのコメントは一切なく <laughs> マラソンいつから始めるのえー、見てなんかリハとかなんか忙しくてですね忙しくてですね そうですね。取れなかなかった、そうやね。今残ってんのかな、分かれへん。まだ目に光がある頃のこの黒島か。確かにあるわ。黒作の称賛。え、めっちゃ前髪なし。ここピチって止めてた、ピンで。 バレーやってたからさ目力こわっまつ毛見せたいも <laughs> 親律の、あそう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 なんですよいろいろあるんですこわ、こわって言われた 目力いいねおもろフッフわーあと30分だーあと30分だーあと30分だよねえハリボーハリボーじゃないわハリーちゃんあと30分ですよ小3で3キロ小3が一番体力あったと思うめっちゃ余裕やった3キロ 全然余裕でした。家族で走ったんですけど、福島、うん、さん自由。確かに <laughs> <laughs>。うん、七千くらい、七千人くらいになって。ビスのイベント全部出るの。うん、ビスっていうか全部ショールームイベント系は基本全部出る。 2018年とかじゃん分か多分体力低下中 <laughs> めっちゃ低下中 <laughs> 面白いねやってやった H. K. D. さんもギフトありがとうございます。鎌狩りさんギフトありがとうございます。あの重量挙げのポーズしてって言われたので、重量挙げっぽい、重量挙げ見たことないけど。ほっ持ち上げてます。雨の動物園ちゃんと。あれかな、ワンハーフ全部入れたからな。 あのあれメドレーな忘れててちゃんと覚えたんですよ <laughs> だからまあそんなふりないけどいっぱい <laughs> ゼロの可能性はないと思うでなんか出るねんけど一人くらいはでも私しかおらんかって出るのがだからそうだから増やされたって感じ もともと小論やりたいですって言ったのが私しかおらんかったみたい今回は NMB の中で川崎の先生さんギフトありがとうございます雨の動物園可愛かったはははクリスマスライブなあ雨の動物園やりたいな楽しかったなあぶんどきどっか行ったでなくなったダンも楽しかったな川崎の先生さんギフトありがとうございます ダン楽しかった私は気に入ってたカラオケ配信したことないあくび出そうになって出ませんでしたやサさ,さんギフトありがとうございます笑顔がすごく可愛いやって <laughs> あそぶんどっきさくちゃんの足に当たったやつそうですあわさんギフトありがとうございますペンギンの次に来てみたのいのはえパンダ可愛い パンダ可愛いでもクマはあったらよかったのにな渚最高あ渚最高とどっちが好きですか私はダンが好きやけど渚最高も楽しいどっちやろうなうんうんブンドさんはどこが隠れたんでしょう 確かにたんべマーボーさんギフタありがとうございますお猿もおすすめそうなんやでも他何がいいやろなでもペンギンとペンギンとパンダやろこ <laughs> の声にはまるのやっぱりかわいらしいああ 川崎の先生さんギフトありがとうございますなぎさ最高あーコールできるそう確かにファンの方はコールできるからありがと思うけどななぎさ最高やと思うなあゾウもあんのかゾウいいなゾウかわいいあとなダウンコールないもんなもう歌詞はダウンが好き 可なぎさ最高のさくちゃんやったー嬉しい嬉しいな <laughs> あダンスきやったーダンスきでしたすごいあくびっ 確かに他のメンバーがペンギン来てたらペンギンは黒島以外来てほしくないですね <laughs> ロキチさんぎ二人ありがとうございますダン独唱おもろ独唱はおもろいさすがにアンジュさんやったら独唱でもいいわ暖温かくして寝るのよ了解 <coughs> <coughs> <laughs> ソロ公園えグいモテへんてモテへんて黒島一人で公園はさすがに繋がれへんわ <laughs> 川崎の先生さんギフトありがとうございます自由すぎて側転とかしだすんちゃうト <laughs> ランポリンでアンジュさんのコンパス120度140度くらいやる <laughs> おもろい やばいね、トランプリン。ほぼ MC。<laughs> やばいね。アンジュさんゲストで。わー、トークしてもらう。いいね。もうそれは一人の公じゃないけど。わー、いいな。アンジュさんと二人きぼ、わー、私もしたい。GS、g s u k 行きたい。アンジュさんと行きたい。行きたい。めちゃめちゃ行きたい。 GSGK 行きたいわ行きたいわい行きたい勉強するかでもな別に勉強もな今はいいねなしかも課題も割とね進んでるんですよ 逃亡者、K、さんギフトありがとうございます本も今いいとこなんですハンジュさんと京都行って教えてわあめっちゃ行きたいけどいきなり京都はきつい遠いですいきなりはい全然行ける距離なんですけど堤さんギフトありがとうございます全然行けるし行きたいんですけどちょっと遠いです二人は二人はさすがに遠いっすね まあ最初はカフェくらいで。アンジょさんほんまに可愛い,い愛おしいですよ、ね。まあ隣のバナナとかめっちゃやりたいんだけど、アンジュさんと。ええめっちゃ可愛い,いよ、アンジょさん。やばいんだけど、並びたくないよ、隣に。あ、そう、最初は若菜さんを誘って3人で。か、愛花さんか。いっそを握るんですね。マイティさん喋ったことないけど。 ちゃんの呼んでる方が気になってなんか黒島が言うと余計になんかな引っかかりそうな気すんねんなシャーベリーや,そうやね今日もマイティさんおったね挨拶だけして帰ってきた <laughs> おったよ公演メンバーですからね可愛かったですマイティさん顔がちっちゃかったです可愛い,いですよ可愛い,いですよ世間話したらいいのに それで価値観のずれを感じたらどうするんですか。まあ、その時はその時やけど。かわいい。かわいい、かわいい。かわいい。喋 <laughs> りやってコメント書かれたんでいいですかって <laughs>。おもろい。ひろぽんさんギフトありがとうございます。へへあ。おにぎらずに混ぜてもらうか。いきたいですって言って。 <laughs> 話したことないんですよもう超初期のあれケイトさんの取り調べ室の時のあれはやったことあけどその写真撮る時に家で「前はフリー素材やから」みたいな感じの話した時だけもうそれ以外喋ったことない黒島は合わせます合わせますが。 合わせ方が下手だと思います。コカじいさんギフトありがとうございます。ヒョンさんもギフトありがとうございます。今日私はあの話してるところを伺って合わせていくんですけれども。ね。伺いすぎて喋らなくなるという。ブロスさんギフトありがとうございます。フリー素材って言う人多い。結構写真撮って載せていいですか？って言ったらいいよ。私フリー素材からって,って言う人多い。私もフリー素材です <laughs>。基本なんでも事故が以外載せていい。 感じです上田カヌキさんギフトありがとうございますそうでもチームがね違うとね話す機会がないんですよそうなんですよー <laughs> そうひたすら相撮ちでも相撮ちも打たれへんね私打たれへんねよ下手 なんか下手やねんだから「うんうんうん」って顔でうなずいてうん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 」って「ハははって笑うかシーアとマークノエルさんギフトありがとうございます」「うん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 ってやるかははははってやるから2択 <laughs> しかないから私はでも話聞いてるっていうのは伝えいから「うん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 」ってめっちゃ目見てはおる。 ああ面白いよねほんに <laughs> よく見る光景 <laughs> 確かにいつもうんうんうんしかい分めっちゃいいコメントだった何それどれや フちゃんが笑って言えば世界平和へ <laughs> 戦争はすべてなくなる戦争と紛争はすべてなくなるのだハッはッはッは世界平和めっちゃ誇りが飛んでる誇りっていうか多分これやろなこれの毛らしきものが飛んでいった平和になるのだ <laughs> 今すぐ戦争紛争はやめなさいそんなそんなもんで戦わずに もう口でちゃんと言いなさい本当とにマイク・トラウトさんギフトありがとうございますあんまりその話はねできないですけれどももう本当に私は反対派です私はというか基本そうな人が多いと思うけどほんまにほんまに言いたいことがたくさんありますよ、うん もアンジュさんアンジュさんちゃわやばいコメント見て無意識にアンジュさんって走したアンジュさん要素一個もないのにアンジュさんって言った怖いやばいやばすぎるやばすぎるアンジュさん要素一つもなかったのにやばいわ <laughs> つつみさんギフトありがとうございますアンジュさん要素なかったで今何もアンジュさん要素なかったもう口癖がアンジュさんになった思ってるアンジュさんと可愛い,いが口癖やからなそこセットやからああいやアンジュさんって無意識に言うてたわもうこれはあれですから反射こうだから口 言おうっていうコメントを見るっていう資格から入ってで脳に伝達されて脊髄から通って「口」とかじゃなくてもうそのまま目から通って「口」ってすぐ出てるねこれは脳に行く前に「ジュさん」って言ってる反射ですこれは寝言でも「ジュさん」って言ってそうおもろい確かに言ってそうスリカでやったとこそう こう通って通る前に吸っていくから反射反射止められへんねん反射は膝こうやってやっても止まらへんからへ <laughs> 無意識で言ったことないんやばうわそれは愛が足りないんじゃないですか黒島にアンジュさん愛負けてるんじゃないですか <laughs> やばいやば <laughs> そして人類みんながアンジュさんに見てるかもしれへん。やばいわ。全部アンジュさんに見てるかも。ああ私は全部アンジュさんや。やばい恥ずかしい見られてる。わあ。守ったんだ。いやいやいや。アンジュさんやの愛が足りてないんじゃないですか。愛情は重いくらいの方がいいんですよ。いつも毎日黒坂かねをみてますやって。あはああ私は毎日アンジュさんの夢を見ているよ。 <laughs> 毎日アンジュさんを夢に見ているよ <laughs> たまにあきら先生出てくる <laughs> えこの前のあきら先生五十回目の公演がたまたまなあんじゅさんがんじゃない<笑><笑>やばいあきら先生って言おうと思った <laughs>

皆さんが負けたわけではなく黒島が重すぎますねこれは荒んちょびさんに2人ともやばい <laughs> やばいわ <laughs> あのちょうど私の50回目の講演の時にら先生だったんですよその担当の先生がでら先生が「夜に来る」って言われになってたんですけどあの来なくて。 で結局私は50回公演出たのに1回も明先生当たらずというすごくないですか逆に運が悪いという逆にじゃないけどは <laughs> <laughs> あおもろアンジュさんって言ってまた上田和樹さんギフトありがとうございますはあおもろいわめっちゃおもろいわさすがに重すぎるこれは黒島がドラゴンさんギフトありがとうございますめっちゃおもろいわ <laughs> ほんま今意識に「アンジュさん」って言ってたよな <laughs> マイク・トラウトさんギフトありがとうございますあやばすぎるさすがにやばいわ舌でちゃんさんギフトありがとうございますやばい <laughs> 重すぎ伝わりましたさすがにねもうん、これは伝わったと思います私がアンジュさんのことが本当に大好きということが伝わりましたね あんじゅさん禁止令出してみたいうわあ禁止か禁止か誰もね学校でもさなんか友達とか学校の担任の先生とかがあのアンジュさんの話をたまーにねすることがあるんですよ鎌倉さんに2人ます私がアンジュさん大好きなのが知ってるからアンジュさんの話を一言でも口にしたらもう浅草ゃんさん 佐くんさんギフトありがとうございます <laughs> 黒島 <laughs> あの <laughs> 自分のしてる話とコメントの名前のあれで混ざって「くちゃんさん」って言っちゃった <laughs>「さ藤くんさんギフトありがとうございます <laughs>」はもうやばいわあの黒島がアンジュさん好きなのもう知ってるからみんなだから一言でも「アンジュさん」って口にしたらもうやばいくらい「アンジュさんアンジュさん」になっちゃうから言うとあかんで

<laughs> 肉でもハハニすら他人には聞かれられちほんまに <laughs> 毎日配信をお疲れさまですさくちゃんさんありがとうございますさくちゃんさん頑張ってます何の職業アイドルです学校でアンジュさんを起用してそうアンジュさんアンジュさんばっかり言いすぎて「昨日な影穴の前にアンジュさんが現れたね」とか言ってめちゃめちゃ喜んでるからな学校で。 ほんまに <laughs> やばすぎやろ豆の海を見るにはキーワードがアンジュさんやねほんまにアンジュさんとペンギンのどっちかやからなクマさんかアンジュさん禁止アンジュさん禁止はきつい、はあアンジュさんのお母さんやでアンジュって言葉を言ってそう確かに アンジュさんの21年のよりも私の方が言う多く言ってるってことやなすごすぎるああでも確かにそれに関しては私も負けてない気がするさく <laughs> ちゃんが鍵穴してる時にアンジュさんが来たら「やばいやろそれはやばいやろ」 でも笑ってまうかもしれんでもさすがに集中してるから隣見られへんかもしれへんってなって過ぎてから気づきそううわー今かーってなりそうな気するああアンジュさんネタで勝手にこメ <laughs> あ,あ盛り上がってたらおもろい毎日100回以上言ってるから確かに頻度がやばすぎる趣味アンジュさん特技アンジュさん おもろすぎペンギンがアンジュさんを欲しいんだったらえっ語り合うそれについてアンジュさんがかわいすぎましたよねって言ってはあおもろいわ脳内の何がアンジュさんで占められてますかうーん98%ですねで1.9%いや 1.9%学校0.1%うーん無<む> <laughs> ペンギンに毎日守って撮りそう「今日アンジュさんと写真撮ってもらったから <laughs>」って言ってみせびらかったひととり説明な <laughs> 説明今アンジュさんが。 取りまへへへへへへへまでちゃんと入れてんのがおもろいああ <laughs> おもろすぎる0 0パ1の「無」が怖い「無」が一応入っておりますクソ <laughs> おもろい今日愛珠さんと写真撮ってもらったからとか。 今日あんじゅさんが可愛いとか言ってくれたからって言ってめっちゃマウント取りそう同胆 <laughs> <laughs> 歓迎おしへ元気難しい配信やな <laughs> 難しい配信やな気難しいでほんま <laughs> 写真見せびらかすからな見て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 このあんじゅさん一緒に撮ってもらってんだよ かさんゼロいや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 活動がね0.01入って <laughs> 少なすぎるわびっくりした <laughs> 鎌刈さんギフトありがとうございますああ <laughs> だから98%アンジュさん 1. いや違うわ98%アンジュさん 1.9%NMB <laughs> もうそれはほぼアンジュさんってことで <laughs> 0.09% 学校を零点零一が無。減りましたね。学校が。<laughs> <laughs> こんばんは。もうそろそろランキングを読みたいと思います。今日もありがとうございました。必ず無があるんですよ。無は必須です。ああ、アンジさん、可愛いね。 あって言ったらアンジュさんっていう予想変換がされる自分が悲しいもう私もあって言うんだらアンジュで出てくるやんオスやんさんって出てくるからなさすがにアンジュさん100%ではないさすがにここで問題今アンジュさんは何をしている、えー、わかるさすがにさすがに悟り開いてないからわかる 川崎の先生さんギフトありがとうございます。先生おさんもギフトありがとうございます。アンジュのでした。ヒロタさんギフトありがとうございます。なんやろな私あたしって入れたらあ。ありがとうが先に出てきてしまった。うわあうわあありがとうがでもあジュってすぐ出てきた。あジュって入れたらサンって出てきて真剣なのが可愛いんですよ。 <laughs> おもろいえ待ってめっちゃおもろい「アンジュ」ってうつや「アンジュ」「さん」「アンジュ」「さんが」「新」「アンジュ」「さん」「真剣なのが可愛いんですよね」って出てきた <laughs> おもろすぎるめっちゃおもろいありがとうが先に出てきてしまったまあいい言葉ですからねランキング読みましょう13位りっちゃんさんありがとうございます12位田昌さんありがとうございます 十一位つつみさんありがとうございます。十二位がたかひでさんありがとうございます。九位、かわさけの先生さんありがとうございます。八位、ととえもんさんありがとうございます。七位、やらけんちょびさんありがとうございます。六位がやすさんありがとうございます。五位がブロスさんありがとうございます。四位、ぽんさんありがとうございます。三位、さとくんさんありがとうございます。 2位がだてちゃんさんありがとうございます1位もいちょさんありがとうございますありがとうございました <laughs> おもろい真剣なのがかわいいおもろい真剣統一ちょっと待ってもう一回最後までやりたいあーでアンジュさんアンジュさん真剣なのがかわいいんですよねー <laughs> これで出てきたおもろい これで出てきたよ、ごきげんよう。ボロスさん、ギフトありがとうございます。伊達ちゃんさんもギフトありがとうございます。めっちゃおもろい。ああ、おもろ。アンジュさん、真剣なのが、可愛いんですよね。脂肪て出てきたああ <laughs>、ありがとうございました。まさきさんもギフトありがとうございます。ああ、おもろい。ああ。めっちゃ喋った。

アンジュさん真剣なのが可愛いんですよねあ伸ばし棒が違う伸ばし棒がこっちの伸ばし棒ですよアンジュさんの方です、はああ <laughs> 真剣なのが可愛いんですよね <laughs> 変換でそれ出てくるのやばいだなめっちゃやばいだなほんまにやばすぎなんか他の変換出てこへんかなアンジュさんかわいすぎる無理めっちゃ走ります <laughs> 違う変換アンジュさんかわいすぎる無理めっちゃ走ります <laughs> めっちゃおもろいねんけど <laughs> めっちゃおもろいヤスさんギフトありがとうございますやばすぎるねんけど <laughs> めっちゃ走ります <laughs> ありがとうございます 横丸さんもギフトありがとうございます明日も配信するのでぜひお越しください <laughs> ああえなんか復活した <laughs> テロップなんでやねんああおもろありがとうございました喋りすぎて目が回っております酸欠ですありがとうございましたあおもろいめっちゃおもろかったさよなら今日バイバイごきげんよう 絵で描いたら面白いかも。確かに。超おもろいろな。上田和樹さん、ギフトありがとうございます。ありがとうございました <laughs>。予測変換、おもろすぎる。